情報。三述における情報は、三述の指則と呼ばれるものの一つで、整数では、一方の数に対して、他方の数の回数だけ繰り返しはを取る。これをかける、または、乗じるという。ことにより定義できる演算である。掛け算、乗算とも呼ばれる。大数学においては、変数の前の乗数、例えば 3Y の3は、係数、係数、と呼ばれる。 逆の演算として、情報を持つ。情報の結果を席と呼ぶ。情報は、有理数、実数、複素数に対しても拡張定義される。また、抽象大数学においては、一般に果敢とは限らない二項演算に対して、それを、情報、席などと呼称する演算が果敢である場合は、場し場、過法、和などと呼ぶ。いずれも例でない、自然数メートル。 数数と N、乗に対して、メートルを N 個分加えた数をなどのように書いて、メートルに N をかけた数とか、メートルに N を乗じた数とか、メートルと N の積、メートルかける N などという。言語によっては、その自然な語順から、同じくメートルを N 個分加えた数をなどのように上等逆順に記す場合もある。例えば英語では、N、メートルを普通、N、 タイムズメートルすなわち、N 回のメートル、と読む。N、マルタプライドバイメートル、すなわち、メートルを乗じた、N と読むこともある。カメラのレンズ倍率や CD の倍速表示などは、英語のタイムズ表記である。言語の表記の都合による、こういった順序であるが、数値の乗算においては、この演算について、交換法則が成り立つ、口実という性質によって、どちらも、 同一視する。n イコール0のときは、n メートルイコール0メートルは0であると約束する。さらに整数同士の情報は、負の整数をかけるということを一下のように定める、整数メートルと自然数 n に対してすなわち、負の整数 n をかけるということを対応する正の整数 n の数だけ符号を反転した整数。ここでは、 メートルを加えるという演算として定義する。算術において情報はしばしば記号を項の間に用いることで書かれる。すなわち中置き記法である。例えばこの記号はユニコードで,でエンコードされている。情報には他のもある。コンピュータープログラミングにおいてはコディチェ1のようにアスタリスクを用いて書くのが最も一般的である。これは 歴史的事情によるもので、多くのコンピュータは、ASCII や EBCDIC のように、文字集合が小さく制限されていて、コディチェ2やコディチェ3のような情報記号を持っておらず、しかしアスタリスクは、すべてのキーボードにいました。この使用法の起源は、フォートランプログラミング言語である。有限あるいは、無限数列の積は、ギリシャ文字パイの大文字パイを用いて書かれる。詳細は、 相乗を参照。N とメートルが自然数であるとき、N をメートル個加えたものとメートルを N 個加えたものは同じ数である。すなわちが成り立つ。また、回帰的に複数回の情報を行ったものは席を取る、順序によらない。すなわちが成り立つ。三つの数の席はとする、四つ以上の数の席も同様である。 ただし無限個の数の積についてはこの限りではない。詳細は、相乗の項を参照されたい。積と和の間には次の法則が成り立つ。この性質は、情報の一般化において重要な手がかりとなる。掛け算は割り算を統合する。すなわち、9で割れるという情報の計算を、9の逆数1、9をかけるという操作とみなす。この定義は、 割合の計算を考えることにより意味付けすることができる。分配法則が成り立つものとして多項式同士の積が定義できる。自然数や整数における上記の積の定義を再考すれば加えられる対象であるメートルは自然数や整数に限らずとも良いことがわかる。実際、X として有理数や実数など和が定義できるものを考えれば、 x を繰り返し加えることとして、自然数をかけることができる。また、整数をかけるためには、数、x は、加方的逆元、マイナスの数が定義できるものであれば、何でもよい。すなわち、x を、あるアーベル群の元ととするとき、n が整数であればとして、n をかける操作を定義できる。このことを、整数全体の集合は、アーベル群に自然に作用すると言い表す。 紀元前2700年から紀元前2300年にかけてのシュメールでアバカスが使われ設計文字で記された粘土版の乗算表が発見されている。紀元前2世紀にはソロ版が中国に伝えられた。ソロ版には情報を素早く計算する技法が発達していた。日本の記録では日本風土記、1570年代に 相反という故障で出てくるのが初質である。現在も、新頭情報、頭情報、お情報などの乗算アルゴリズムが使われている。ジョン・ネイピアは、科学で必要な計算を簡単にするべく、計算技術として、対数の概念を導入し、1598年を発表した。古くからフォーミュラ Q という等式を利用する乗算の方法が知られており、 対数表によって、咳の計算を和の計算に置き換えて近似値を求めることができるようになった。対数の導入によって、ヨハネス・ケプラーの天体軌道計算などの価学計算が可能となり、価学の急激な発展をもたらした。エドマンド・ガンターが対数弱1620年を、ウィリアム・オートレッドが2つの対数弱を組み合わせた、計算弱1632年を発明し、 電卓が普及する1980年代まで使用された。科学の急激な発展とともにより精度の高い対数表に対する需要が大きくなった。マルティン・ビーベリは1875年に対数表を作成することができる開鎖機関に似た機構を持つ機械を発明した。アナログ乗算機でも対数を用いたフォーミュラ級という等式を利用する方法が用いられていた。 エニアックの開発において、アーサーバークスが初めてデジタル乗算機を開発した。デジタル乗算機では、ブースの乗算アルゴリズムと呼ばれる方法が開発された。加算よりも高速なビット演算の算術シフトを利用して高速化している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。